はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、トクです。春の熱血甲子園大会2018、はい、私の現在のランキング全然788でございます。おサボりですね。今回、うん、そんな走ってないですもんね、やっぱりみんな。そうですね、全ユーザー見ても。おお、上がってきた。でもね、今日ね、朝から何したのかな、ちょいちょいやってんの。はい。で、起きた時点で6000円ぐらいで、はい、はい、そうですね、起きた時点ではちょっと、うん、おっとなったんだけど、でもね、そこから巻き返すまでにそんなに石使ってないんで、うん、そうですよね。多分もうね、割と、多分みんなガチャの方に頭がいっちゃってるのか、あんまり動いてない印象が。どうなのかな、うん、いや、すごい分かりますね、おっしゃって。うん、珍しく完封行くんですか、これ。完封行くの、このイベント中、完封ってなかなか見れなかったですよね。ピッチャー使ってるとね、弱いから結構打たれるからね。で、逆に打たれた方が美味しいっていうね。そうですね。うん、先行チームは割とね、こういう感じですよ。で、最後に1球だけしてもらう。さあ、これでどんぐらい上がるかな。いや、もうちょっとここから1000位入るのはちょっときついかな。1000はきつい。もうきついよね。多分きついと思います。まあでも今日に関しては本当にガチャデーだったね。そうですね。まあ私のガチャの動画はもうすでに、ね、上がっているかと思うんで、見られていないという方は見てください。そしてですね、特務ガチャ引きました。それは いつ公開？明日？はい。はい。明日に公開されるということで、ちょっとね、そこを楽しみにしていてください。結構面白かったね、特務ね。そうですね。ドラマがありますよ、皆さん。ドラマっすよ。いや、全然そんなことないですよ。そうだよね。あれ、エナサストレートどんな感じだっけ。いろんなフラグを立てて皆さんお楽しみいただければと思います。まあでもちょっと別バージョンの角田はどうですか、まあ、そういうあたりも話してはいるんだけど、改めてって言われても分かんないですよ、本当に使ってないですもん。使うことあんの、ちょっと使うの。投手でだって角が絶対使うじゃないですか、うん、別バージョンを使う。え、使わないとだって性能分かんないですから。使います。俺やっぱりなんか自分手元に50あるからで、まあ、あんまり言っちゃうとガチャのあれになっちゃうけど、うーん、なんかよっしゃ、ちょっと使おうっていう感じでまだ慣れてないんだ。一回やっぱ使ってはみたいですよね、うん。そのゲームウィズさんとかそのゲーファミツウィキさんの方でいろんな情報出てると思うんですけど、はい、まあそれ見る、もしくはまあ自分で使う、はい、そこで決めたいですよね。まあでも50連で PSR 確定、70連でバナーナイ PSR 確定とかね、今までのパワープロにはなかったような、そして、4月1日になった瞬間には、まあね、PSR ガチャ券もいただける無料ガチャとか、ね、すごいの来たからね。そうですね。さあ、ここはね、招きいただけるんで、ちゃんと勝ちたい。負けることなくないですか。同点で終わっちゃった。ああ、9対9とかで回ってきて、打てなかったやつですね。1点を追いかけます。数攻撃に入ります。今日5超えろ。まだ完成して、本当にガチャに目がいって、もう本当に萩原どうこうじゃなくなってましたね。うん。大振りに対します。だからこそチャンスがあるかもしれないですけど、でもそれでもやっぱ少しでもこの石をね、10連20連30連と
あの春の大感謝祭ガチャに使えるのであれば、やっぱそっちに使う方が正しいんじゃないかと思います。期待値が全然違うから、やっぱり累計でも少なくとも SR1 枚は、皆さん所持してると思いますし、そこも所持してないって方はさすがにその累計でね回収できる分だけはやろうと思いますけど、それ以上の解放に関しては佐伯当てた方が多分メリットありますし、しきちゃん当てた方がメリットあると思いますし、そっちに使った方がいいんじゃないかなと思います。はい、はないぐらいなの今自分が全体は2000ないですけど、まあ、本当に熱いガチャが来たんで、これで石を使うんではなく、石はやめて、そうですね、まあただ低くてもその全体5000以内で、グループでは3位以内死守でいきたい、死守でいきたい。さあこれでね、そういうのも出したもんね。やれやれやれ、人に打っちゃダメ、勝ってるやつ。4点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面でテルヤ打ちました。ピットボールは中継ホームイン、カズ最終回で追いつかれました。3取られてもカジノ9回の裏1点を追いかけます。カズ攻撃に入ります。トップバッターはカジタニ。久しぶりになってるみたい。アバターの投げるナックルってなんていうの、自分の名前決められるんだっけ。そう、その時からさパワープロやってないから取ってみたかった。ちょっと大谷とかもできる、名前を変えるのね。掴みました。これでワンアウト、ランナーありません。バッターは8番前山、第9投げました。あ、伸びない。サヨナラ、入った入った、サヨナラ。いやでもこの後また新しいイベントとかも来るんでしょ。バクチャレ、あーそうですね、ねそういうのとかもすごい楽しみだよね。はい、ネモさんとかすげえんだろうな、バクチャレ。もう一個ぐらい、どこが150かな。あと意外とね、招き出たよ。俺も10個は絶対もらってるよ。確かにそうっすね。10個って言ったらね、結構大変ですよ。おばあ何枚、おばあ美味しいよ。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という。よいしょ。これはいい当たりだ。いった。まあ残り数時間ですけども、ちょっとこうやってポチ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 やろうかなと思います。先行チーム。当然結構上から一応セイナイは目指す。セイナイきついよ。今日は三振とショートゴロ。ちょっと一回報酬見て。これは内野ゴロ。まあこれ終わったり回報酬見て。かつ追加点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で前山初球から打ってった。一応ね、うちのグループの、翔平さんがレベル9まで持ってってくれたんで、報酬レベル。おお、もう本当にありがたいです。バッター金指、ここまで全打点を叩き出しています。投球は3球目ムービングファースト、空振り三振、玉村見事なピッチングです。まあなんだかんだ言ってもここだけで戦意は上がってないけど結構上がってるよね。何だったっけ、まあ、結構上がったよね、今の数試合だけでも。さあ報酬見ていきましょう。グループランキングは S になりました。で私が現在6位なんで、このままいくと2枚ですね。5位に上がっても2枚、4位まで上がればいいけどって感じですね。で全体の方がここですね。3枚になるのかな、合計で。となるとまあ PR の解放次第っていう感じにはなりますけども、あとはランキングも見ていきましょう。ランキング、あっちょっときつそうだねちょっときつそうですね。6位キープだな、このままでいくと。そうですね、がっつりやればここだけど、
はい、という感じでございます。まあちょっと難しいですね。はい、本当は PSR 獲得して PSR いつか輝くキャラになってくれるとすごい嬉しかったんですけど、まあここに関してはすいませんって感じで、やっていきたいと思います。ハーブロに踊らされている一日でございました。疲れました。じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。